我跟文章从台湾回来了。那这次文章跟我一起去台湾，我们两个就一起去逛超市，然后文章就买了超级多。我呢，台湾のお菓子は大好きなんでね、一泊二日用のスーツケースの中全部お菓子です。もう絶対ね、スーツケースを検査する人もびっくりしてるよ。那我们文章就来打开他这个宝盒。行きますよ。バカンバカン。じゃじゃーん！哇！いっぱいあるよ。あとこっちも。我们两个这次除了有买文章他本来就喜欢的零食之外，还买一些新的零食回来。いいっすね、いっぱいある。もう食べてみましょうか。Let's go！ 台湾だけじゃなくて。韩国のお菓子もあります。对，那个韩国零食呢，是我自己非常的想要吃，因为看到很多人都说很好吃，但是我从来没有吃过。这一次看到台湾的超市居然有卖，我就把它买回家了。还有文章他自己看到想要买，然后我也没吃过的东西。台湾のお菓子ってめっちゃイラストこだわってるよね。怖い怖いおじさんとか。文章に言われてから気づきました。じゃあ行きましょうか。私もお腹すきました。那第一包是这个类似乐事的瑞士香浓起司。これなんかチースって書いてある。思い出があるの。小学生ぐらいかな。憧れの女の子がいて、あの女の子は毎日これ食べてるの。私もあの女の子を憧れてるから、せめて同じお菓子食べようっていう思い出があるの。ああ、なんか可愛いとこあるね。我不知道台湾大家喜不喜欢，但是我自己是很喜欢这个瑞士香浓起司口味。チーズといえばなんか CTC ハウスみたいなの思い浮かべるけど、それとはまた違う味？違う違う。文章这次有买 CTC ハウス。そう、めっちゃね、好きなの。おお。あ、いい匂い。そうなのよ、これなの。这个超好吃的。いただきます。いただきます。美味しい。おお、好好吃啊。これ美味しい。すごいね、ポテトの味もするんですよ、じゃがいもの。でもそのじゃがいもの甘さのところにチーズが入り込んで、二つがね、うまく組み合わさってめちゃくちゃまろやかで美味しい。我真的超爱吃这个的，每次回台湾我都会吃。これ結構文旦も好きよ。あとね、思ったのがちょっと色がね濃いやつがね味濃くて美味しい。大きい方がね味が濃そうでしょう。对，它这个粉没有撒得很均匀。私はね。色濃い方が好きなの。わかる。俺も色濃いの好き。健达的快乐盒嘛，因为文章他很喜欢这种奇怪造型的东西，我想说他一定会喜欢。上野と同じバンドで。金だ金だ。俺ね、こいつ単体だと思ってたの。カバだと見てなくて、この一個で顔だと思ってたの。私もこれ食べたことないんだよ。なんで食べたことないの？食べさせんの。え、なんかふーちゃん好きそうだから一応買った。ちっちゃいね。あ、可愛い。大家看看，很可爱耶！哇，がっつりカバじゃん。すごい可愛いね。え、これ可愛いね。え、これプレゼントみんな好きだと思うよ。しかもなんか眉毛ちゃんとある。じゃあいただきます。はい。うん。これ美味しい。文章超爱吃缤纷的，所以我想说他应该也会喜欢吃这个。これちょっとしっとり系かなと思ったらめっちゃサクサクしてる。上のより美味しいかも。え、ノー。あ、このチョコの味は昔俺なんか食べたことある。で、このチョコ好きすぎて食べすぎて鼻血めっちゃ出してた。鼻血？何歳の時なの？5歳とか。それだったら食べ過ぎないように、ふーちゃん。それいつもね、ずーちゃんに隠れてね、すぐ食べちゃうから。对，它超恐怖的。我之前也是买了缤纷乐回家，而且我是买那种三条一个包装，就放在冰箱。然后后来有一天打开冰箱，发现怎么只剩一条，发现两条被它吃掉了。絶対一つは残しとかないとまずいなと思って。はい、次行きます。これ行きます。因为大家都说很好吃，我也是很好奇，所以我就买买看了。これね、俺ネットフリックスのアニメで見たよ。これね、絶対フジは好きなの、100% の自信がある。これコーンスープ味なのよ。文旦めっちゃ好きよ。わあ、いい匂い。而且大家看它的量其实还蛮多的耶。でもこれ全部食べると440キロカロリー。本当に？ま。大家看这个饼干，超多层的，它吃起来是甜味比较重的玉米浓汤的口味。後味めちゃくちゃ甘いね。癖にならない。どんどん次食べたくなっちゃう。これ美味しいわ。这超好吃的。やっぱりルイちゃん気をつけないと全部食べると440キロカロリー。やばい。はい、次。噔噔 ，P O 饼干，这个应该大家都吃过吧？这个也是小时候家里都会放的饼干。見た感じなんか最初 C T C ハウス系かなと思ったんだけど。甘い系なんだ。この感じめっちゃアメリカンだね。なんかもう三段入ってるからね。これ一回私はパンにして、これもまたパンにして三段で食べてる。そのビスケットの中が何層もなってるんだ。这个我也很喜欢，也是我从小吃到大的。
だって。あんま好きじゃないかも。ちょっとしょっぱいの入ってない？うん、クッキーはしょっぱいなの。ちょっと違うかな。なんか全部甘かったら運転好きかもしれない。次、ワンワン先輩。ワンワン。このキャラクター見たことありますよ。なんかこのキャラクターってなんかシリーズ化されてない？うんうんうん。なんか俺よく台湾のお菓子見てた時にこの坊やよく見たよ。坊や。台湾の有名のお菓子の会社の。ああそうなんだ。そう。見た目なんかハッピーターンみたいな感じじゃない？味一緒。あ、味一緒なの？うん。あのハッピーターンの謎の粉がいっぱいかかってるわけ。うん。じゃあこれも結構あのハマるやつだ。我自己觉得旺旺放一段时间之后，它那个粉的味道就没有那么强烈，不知道这一次会怎么样。この放送の裏にもこの坊やいるね。坊やで言わないでよ。你好。你好。いただきます。いただきます。私ねこれも絶対。あ、割ってから食べるか。そう。うん。あ。日本のより甘いから。日本のハッピーターンは粉がねめちゃくちゃ美味しいの、甘くて。でそれは本体自体はそこまで味がないんですけど、これは本体自体が甘い。まあこれはこれで美味しい。あ、でも今粉多いとこ食べたら美味しかったでしょ。私はワンワンの方が好きだね。ハッピーターンの方が好き。これはもう絶対譲れない。私もワンワン譲れない。じゃあ次はこれ。でで、同じワンワンだね。え、これもワンワン。あ、あ、いる。見て、あ、見てください。坊や。にはお。うわぁ、すごい、なんかめちゃめちゃ粉ついてる。なんかさっぱりしてるね。可是我觉得它跟我小时候吃的味道不一样。那下一个是我刚刚看到说想要买的这个，可乐糖。日本にもこれ似たような味のがあってめちゃめちゃ好きだったんですよ。台湾行った時になんか似たようなのあったんで、これちょっと買ってみようかなと思って。ん？ん？コーラの匂いしないね。なんか結構大粒のが入ってますね。こんぐらいですね、大きさは。まあ親指ぐらいかな。そこまで大きい。日本のコーラと違うね。変装算数ぐらいの湿布の味はしないね。あ、でも特別の味だからね、あれは。でもね、あれね、最初にちょっと苦手かなと思ったけど、台湾のちょっと脂っぽい食べ物と一緒に食べるとあれめっちゃ美味しいんだよね。次、这个是我妹跟我说一样，我这样试试看的，就是菜脯饼。なんか見た目なんかネギクレープパイっぽいよね。これね、なんかドラマとか見てる時に食べるちょうどいいのよ。うん。おいしい。なんかこれ好き。日本にあまりない味。それこそ噛めば噛むほど味が出てくる。なんだろう、味をみんなに説明したいんだけどちょっと説明できないな、この味は。菜脯饼好好吃哦。これいいね。これおいしいな。いや、めいめいありがとう。次は、玉鼠鼠。このおじいちゃんにね、魅了されたんですよ。对，文章喜欢画那种小插图的。この感じね、日本のとんがりコーン似てるね。これ絶対美味しいやろと思ってね。うん。これはすごいのはハンバーガー味なの。これハンバーガーっていうの？そう、ハンバー。ハンバー。它很可爱，这样很认真一个一个给大家看。可愛いでしょ？全部みんなに見せる。なんでわかるの？私の言ってる内容。ゲタカ。ドゥドゥン。ちょっとね。分厚い。ヤナトンガリコーンはすごい薄くてパリパリしてる。なんか言われてみるとハンバーガー味するかもね。接下来全部都是文章他本人吃过，他自己很喜欢，所以再买的。首先的是我们的益美杏仁巧克力酥片，还有文章上次吃了之后很惊艳的 CTC 号子。だからみんなコメントでスーちゃんの動画を見て、あ、これ CTC 号子だって知って買いに行ったらしい。あ、そうなんだ。だからみんな子供の頃食べたことあるけど。何の名前のか知らないみたいな。なんか美味しいよね。文旦のおすすめの食べ方は、あの粉の方をあのベロの方につけて食べるのが一番美味しいです。大家看他他在拍影片之前他已经打开吃了。そう、もう食べちゃった。对。然后接下来是本旦蚵仔煎，这个也是他超爱的。多分台湾のお菓子の中で一番好きかもしれない。で次は私個人的に大好きな本旦蒸拌面香葱椒麻，これ大好き。本当に。然后是噔噔缤纷乐，黑的跟白的两种，我两个都是买三个包装的，就都被文章吃掉了。家でテレワークしてる時に食べながらね仕事するのまたいいんですよね。次は私大好き、噔噔新贵派花生口味。新しい高さ。はい、全部食べました。吃完啦。吃完了，这次也吃了很多，我们让文章排出他的前三名。三位。噔噔噔噔，河马。
なんか最初ふわふわなやつかと思ってたんですけど、すごいサクサクしててめちゃめちゃ美味しかったです。続きまして第2位、ドゥ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 、チャイポーピアン。これね、マジで止まんない。噛めば噛むほど本当味が出て。其实我也没太有推荐猪耳朵，可是因为我当牙齿没有办法咬那么硬的东西，所以我就没有让他吃猪耳朵了。最後の第1位、ドゥドゥン、あ、これですよ。韓国のですね。ドゥドゥン。え、这个真的很好吃耶。これね、本当に一回食べたら本当止まらないの。いやね、本当美味しいね。日本にないようなお菓子がいっぱいあるから。やっぱりね、海外で食べると楽しいよね。うん、楽しい楽しい。好、那谢谢大家看今天这支影片。那我自己吃的零食差不多就是这些了。如果大家还有推荐其他台湾好吃的零食呢，都欢迎在下面留言跟我们说。ね、皆さんがもらったやつもまたなんか動画にしてランキング付けしたいなと思います。他又要装满整个行李箱回来了。那谢谢大家看我们今天这支影片，我们下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。我们大概挑要带回日本的东西。こっちのホワイトも結構好きなんだよね。あとこっちも好き。一個ずつ買おう。あ、こいつよく見るけど、こいつなんなん？ワンワン。ワンワン。对。乖乖おじさん。嗯。見て。那个乖乖的巧克力口味手比爱心。なんか台湾のさ、お菓子のパッケージって結構面白いのが多いよね。目ついたった。すごい面白い。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り